武器のロックを解除します。
サム、靴が壊れたのか？今持っている靴に履き替えるんだ。
センターへ進んでください。 装備作成のリストにリバーストライクを追加したわ。 レイクノットから設計データが見つかったの、あなたのおかげね。リバーストライクはフロント二輪型自動三輪車のこと。あなたが前に乗っていたのと同じバッテリー走行よ。
自動回復機能で乗っていない間バッテリーが回復する。障害物が多い場所で乗るのはかなりテクニックがいる。だから地面がなだらかな場所で乗るのをおすすめするわ。他の車両も整備を進めているから完成を楽しみにしていてね。ありがとうサム。あの検証データは無人配送システムの稼働には欠かせないものだ。早速自動配送ロボの実験を進めよう。レイクノット南にある配送センターまで届けてくれ。後でその配送端末で依頼を受けてくれ。ところでプレッパーズから気になることを聞いた。フラジャイルは信用できるのか。ヒッグスとの関係か。だが彼女はヒッグスを憎んでいる。我々と共通の敵ということだ。だから彼女とは手をつなげる。疑うなら本人に確かめるしかないが、彼女の協力はまだ必要だ。サム、フラジャイルよ。3人のプレッパーズはつなげられたみたいね。滞っていた荷物も届けてくれた。ありがとう、サム。それより君とヒッグスはどういう関係なんだ。奴と何があった。私の噂を聞いたのね。あなたと直接話したい。レイクノットシティ南の配送センターで待っているわ。あなたも来るんでしょ。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送。サム、君を指名した依頼が増えてきたな。この先へカイラル通信をつないでいくために何としても受けてほしい依頼もあるが、中には必ずしも受けなくていい依頼もある。どれも我々と君自身にとって有益な依頼であることに違いはない。可能な限り受けた方がいいだろう。おはようございます。血液採取チェック、献血ありがとうございました。